質問権行使についてお尋ねします。地方自治会の諮問についてなんですけれども、今までも触れていただいているんですが、この諮問内容というかですね、国民の関心は非常に高いと思うんですけれども、国会のあり方についてどのように考えていらっしゃるかというのを大臣にお伺いしたいなと思います。合わせた後、スケジュール感、その後進展があればお願いします。今のご質問、これからこれは文化庁はどうするかということは、それも今おっしゃったんですけど、スケジュール感の方ですね。諮問内容について、前回、あまりこう公にできないみたいなことをおっしゃっていただいて、改めて、公にできないのかどうかと、できないのであればどういう理由なのかという。確かにお話しいただきました通り、前回の会見でもですね、お話した通り、現在宗教法人審議会に諮問いたします、具体的な事項とその理由ですね、その精査等を進めているところであります。できるだけ速やかに宗教法人審議会を開催したいと考えております。実際にですね、諮問する際の情報の取り扱いにつきましては、やはり何といっても効果的な権限の行使をできる、行使をするという観点からですね、事務方において検討を進めているところでございますので、詳しくはですね、事務方の方に聞いていただければというふうに思っております。一応、前回と同様で、なかなか公表できないかなというのが大臣の今のところ。そうですね、そういうことになりますね。それはやはり有効的に権限を行使するという観点からですね、情報、質問に関する情報等はですね、やはり審議会の方々に、審議をしていただいて、でそれで、号のサインが出るわけですので、そこのところをやはり公表するということは、私の方からは差し控えさせていただければと思っております。心配ですけど、結構広く聞きますが、現状におきまして、審議会のですね、方で、この国務聴取質問権について、質問したことはないということがございますので、その現在の審議会の申し合わせに、この国務聴取質問権の内容をどう扱うのか、公表していくのかについては、規定がないと、明確な規定がないということでございますので、まずこの審議の内容をどう行って、取り扱っていくかについては、まずは審議会の方でご議論いただきたいというふうに考えているところでございます。その結果を踏まえて対応していきたいと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。読売新聞の伊藤です。大学入試関連でお願いします。